寒くて、もう春が来るのか、とても心配になりましたけども、今日は外は10度ぐらいあります。もう春の日差しが差し込んでて、本当の春がもう目の前まで来ているのかな、そんなような一日であります。こうやってビビの皆さんたちがボランティアですよね。これが一回だけじゃないですね。飯田で、飯野の方でもやっていただいて、毎月のようにこうした催しを行ってくれているということで、私もそうした意味に少しでも応えてあげたいと思いまして、今日はちょっとだけ協力をさせていただきました。来て、親御さんに来たり、お仕事来たりですけど、結婚したけども、ダメになっちゃった人も以上ですけど、それでも、なんかみんなね、この日本に大変お世話になって、少しでも恩返しがしたい。そして、皆さんと同じように知らない年から起きたということで、寂しい思いもたくさんしたんでしょうけど、でも、この頃みんな元気、明るく、楽しく、みんなでやろう。気持ちが萎えない。気持ちが、そういった気持ち、前向きな気持ちがなくならない限りは、どんな場所でも元気で生きていけるんだということを、なんか私はこういつもこう彼女たちを見て感じるところです。いつも私も夜のハブスナックなど行って、これ、食べたりするんですよ、どうだったなと。とっても美味しい、皆さんの心の料理で、こちらだと芋煮会のシーズンを思い出しますけども、そうしたら気持ちも心も本当に温かくなる時間をみんなと一緒に過ごしたのかなというふうに思います。どうかこれからも希望を決して失わないように、そしてみんな明日に向かって頑張っていこうという気持ちがずっと持ち続けることが、これからの皆さんの幸せにつながっていけることと思います。私も親子つながら、みんなと一緒に何かお手伝いができることがあったら、また参りたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。どうぞ皆さん頑張ってください。皆さんどうも今日はありがとうございました。